はい、速稼塾の久保です。まあ、ドラッグストアの店員さんからの、このね、叫びということでブログが書かれてますけども、まあ、メーカーから生産が間に合わずに納品ができないのが現状だと思うんですね。先週ですか、菅官房長官が、まあ、すぐにね、1億枚の供給体制ができるよってことと、月間で6億枚の供給が、もう間に合ってくるよっていうふうなことをね、話されてましたよね。で、皆さんもね、これで大丈夫っていうふうに胸をなで下ろしたと思うんですけども、ただちょっとね、1億枚っていうと多いような気がしますけども、日本国民1億人が単純に1人1枚手にしちゃったら、1億枚すぐなくなるわけですよね。で、1人が例えば50枚セットとか100枚セットの箱買うじゃないですか。そしたら全然足りないっていうことがわかるんですよ。まあ、ですから、増産したって言っても、安定供給が落ち着くまでには、やっぱりまだしばらくかかると思うんですよね。で、ここで私が言いたいのは、何かっていうとね、別に販売してる使い捨てマスク使わなくてもいいんですよってことなんですよ。マスクって自作できるわけですから、というよりも最初は自作だったわけですよ。それこそね、ギャングみたいな、なんかその風呂敷だとか、バンダナを口に巻いても効果があるかどうかわかりませんけども、ああいうところから始めてもいいわけですよね。だから使い捨てマスクじゃないといけないみたいな。それから生まれてこの方、使い捨てマスクからスタートした方ってのは、多分その分発想がね、縮んでると思うんですよ。本当に今、販売店に行ってマスクを買うっていうのを使い捨てが基本なんですけども、そんなのつい最近だと思うんですよね。私幼い頃ってのマスクは布製のやつで、で使ったら洗って またね何回も何回も使ってたわけなんですよ。でそれで問題ないわけですよね。でも問題ないっていうと、でも隙間から入ってくるんだとかね、ウイルスの細かい粒子がとか言うんですけども、それだったら全てのマスクがそうなんですよ。それこそ一つね、5000円とか1万円するような高級なマスクをつけろって言ったら話は別ですけども、まあ、10円とかね、5円とか、ね、値上がりしたからって言って1枚100円ぐらいの、まあ、薄っぺらい紙のマスクじゃないですか。言ってみればね、その程度のものなんですよ。まあ、殴り合いをするほどのものではないですし、その我先に殺到するようなものではないんですよね。まあ、ましてやですね、ここに書いてますけども、ドラッグストアで働いてる方をなんかね、責めるのはまあお門違いかなっていうところなんですよ。お前ドラッグストアの従業員は優先してマスク買い占めてんだろうとかね、そんなことをね、そういうふうな足の引っ張り合いをやっぱりね、もうさもしいなと思いますよ。でそういう方はね、ここのマスク買ってください。アマゾンとか楽天で6枚セット洗って何回も使えるマスクが1999円で売られてますん でこれが高いっていう人はもうね、買わなくていいと思いますよ。で入荷してるのに隠してるんじゃないか、従業員で買い占めてるんだろうみたいなね、貧困な発想を持った方ですよ。でそうではないっていうことをね、やっぱり理解していかないといけないですよね。もちろんね、優先的に回していくところってのはありますよ。医療機関中心にね、医療機関の方がマスクしてなかったら、さすがに個人的にたくさん持ってても、お前医者のくせにマスク持ってないのかってどうせ怒るわけでしょだからね、こう何と言いますか、ちょっと寂しいなっていうところがあるわけですね、そういうことを考えると。でここにですね、ガーゼがあります。100枚入ってます。このガーゼでもマスクは作れますし、別にもうね、古い布とかでマスク作ればいいと思うんですよ。口が防げればいいわけでしょ。でマスクのなんかその利点っていうのは、結局は自分が咳とかくしゃみをすることによって周りに振り向かないっていうのも、周りに振りまかないっていうのもありますけども、まあ、最大のものはマスクをしているビジョンを見ることによって、お互いがお互いをね、意識する、安心するってことだと思うんですよ。で例えば皆さんがね、どっかの会議室とか会場に行って、10人中9人がマスクしてましたって言ったらどうかなと、あ、みんなマスク気にしてるんだと思うでしょ。でもこの時期に10人が9人みんなマスクしてなかった、あなただけマスクしてたっていうと、多分あなたはですね、周りの人に嫌な感触からスタートすると思うんですよ。だから、ね、マスクをしてるっていうビジョンでしょうね。街を見てもマスクをしている人が多いな少ないなって意識するじゃないですか。この街は意識が高い低いとかって考えると思うんですよ。なんだこれ、除菌タオル、これ100円ぐらいですよね。ああ2470円、すごいですね。かなり値上がりしましたね。ちょっとアマゾン見てみましょうか。本当だ、4000円ぐらいになってますよ。こんなのが普段見向きもしなかったようなものがね。だからね、品薄になったり、品薄だと人が思えば値段は上がるんですよ。ね、こんな時でも、除菌アルコールタオルとかあるでしょ？これをキッチンハイターで自作する人ばっかりだったら、こんな値段ついてないですからね。
こんなに高値で、だからこれで売られてるってことは、これで買う人がいるってことですからね。これで買う人がいなければ値段下がりますから。まあ、ですので結局、価格ってのは、売ってる人が決めてるようで、買ってる人が決めてるんですよ。嫌なら買わない。そうすると値段は下がっていきます。シンプルにそれだけだと思いますけどね。さあ、じゃあ今日はこのぐらいにしておきましょうか。